FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。ホノルルラジオ K ズーをお聞きの皆さん、アロハ。小柳ゆきです。今日は、ウィンズがゲストに来てくれてます。それでは行きましょう。小柳ゆき、I'm Fun Area! そしてこんばんは、小柳ゆきです、久しぶりに今日生放送です、早速メールをいただいているのでご紹介したいと思います。メロ1993からですね、1993からです、先週の放送で生放送と聞いてすっかり代々木へ行く気満々だったのですが、公開ではなかったのですね。あや危なく行くところでした。今度ゆきちゃんに会えるのは談合坂ですね、ということで、はい、そうなんです。今日はですね、生放送でお送りしておりますが、公開ではないので、そこら辺をちょっとね、難しいところですけれども、ご了承いただきたいなと思います。久しぶりの生放送でお送りしているんですけれども、ここ2週はミュージカルの本番と重なっていたので録音でお届けしておりました。はい、なのでね、ちょっと2回目の生放送、前回が初生放送だったので、今回2回目の生放送、そこでウィンズのさんがゲストに来るということなんで、今だいぶテンパってて、ちょっと失礼がないかな、大丈夫かなっていうところでお送りしていきたいと思います。はい、おかげさまでミュージカルの方も無事終わりましてですね、名古屋公演でね、最後の千秋楽を迎えたんですけれども、まあすごい盛り上がりでした。千秋楽は本当にたくさんのお客さんに本当に来ていただいて、もう感動のフィナーレでした。皆さんもう涙をしていて、はい、お客さんもキャストの皆さんも本当に涙の素敵なフィナーレを迎えましたね。本当にグリンダという役に出会えてね、でああいう私初めてのミュージカルで、ああいう風にこう、なんていうかな、仲のいいカンパニーの中で私が作品に携われたこと、本当にありがたく思いますね。はい、でこのミュージカルの中で出会いました、グリンダとして歌わせてもらってました曲 Believe in Yourself、 これをですね12月の12日にリリースするということで、先週ですか、オンエア、初オンエアですね、させていただきました。はい、このオンエアもですね、 TD が前日に終わって、で間に合うか間に合わないかみたいなところだったのを、間に合ってですね、本当先日の夜中ですにミックス終わりまして、はあ、間に合ってよかったですね。はい、でそんなのを聞いてもらったんですけれども、いかがだったでしょうかね。今日も聞いてもらいたいと思うんですけれども、あさって11月11日日曜日ですね、 FM 富士のオータムスペシャルということで、公開生放送ですね、これがですね、あるんですよ、中央道談合坂上りサービスエリアでお昼の1時頃出演でライブさせていただきます、私。はい、そこでも新曲を歌おうと思ってるので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そして談合坂、屋外なんですけれども、一応屋根がついていて、ステージもお客さんも屋根があるところで見れるということなので、ちょっと雨のね予報になってるんですけれども、ぜひ皆さんに遊びに来ていただきたいなと思っております。さて、今日この番組は9月にですね、台湾で行われました台南国際友好音楽祭でご一緒しましたウィンズさんをお迎えしたいと思いますよ。この後ウィンズさんゲストに来てくれます。お楽しみに。それでは FM 富士とホノルルラジオ K2 日米2つのエリアでお送りしていくラジオ番組、小柳ゆき I'm Fun エリア、オープニングナンバーは先ほどから話しております12月12日リリースのシングル、小柳ゆきで Believe in Yourself from With Oz の魔法使い。 FM 富士とホノルルラジオ K2 2つのエリアで放送しております小柳ゆき I'm Fun エリア。さて、スタジオに今ゲストのことを お迎えしておりますこの方たちです。ご紹介お願いします。どうも、ウィンズです。よろしくお願いします。できました。いやー、お願いします。お一人ずつのじゃあご紹介お願いします。はい、ウィンズのケイタです。よろしくお願いします。ヨヘイです。よろしくお願いします。リュウチです。よろしくお願いします。イエーイ、お久しぶりです。
ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとよろしくお願いします。もうあれぶりですよね。台南音楽祭ぶりですね。でも実は僕と亮平くんは舞台見に行ったんです。はい、はい、そうなんですか、はい、見てました。東京の方で国際フォーラムで行きました。見させていただいて。なんだ、素晴らしいステージで本当に。いや、勉強になりました。ありがとうございます。ね、いろいろといろんなところにこうね、スペシャリストの方がそう集結してね。素晴らしかったです。本当にね、私も参加させて嬉しかったんですけれども、でも3人としては台南ぶりですかね。そうです。いや別にそういう意味じゃないですよ。今そういう意味だったでしょ。絶対来なかった龍一君は来なかった。フォアウェイ感、用事があったんですかね。よ、家にいましたよ。アウトロー。アウトローです。どうもアウトローです。そうですかね。お久しぶりです。ということで、はい、この番組はですね、ちょっとすごいのがですね、はい、ハワイのラジオ局、うん、ホノルルラジオ K2 でも放送していることで、うん、ということなんですけれども、すごいすごい、ハワイは、うん、お三人は行ったことは、僕ないですね。実は僕もないんですよ。あれ僕はありますよ。これまたここだけ、リュウチ君だけちょっと違う。じゃあ違います。このちょっとハワイ行ったんで。あ、そうですね。いい意味で行けない。ちょっと意外ですね、でも。確かにね。ハワイって結構みんな行ってそうなイメージあるよね。芸能人ならね。はい、ね、でもないんですよ。プライベートで行かれたんですか？僕はもう、サーフィンしに行って。あ、サーフィンしてそうですよね。今日もこんがりと焼けてらっしゃったよね。昨日は何してたんですか？昨日はサービスしてたんですか？本当にやってらっしゃるんですね。え、お二人 の趣味は何かあったりとかするんですか？いや、趣味どうですか、亮平くん。趣味と呼べるものはそんなにないですね。でも家にいる。すいません、広がらなくて。でも興味は何でもあるんですよ。興味は何でもある。はい、でも趣味これやりたいなっていうのはいっぱいあるんですけど。続かないんだ。でも趣味って絶対聞かれるじゃないですか。そうなんですよ、ね。どういうとこ言っても。そのために用意した趣味あるんですよ、りょうへくん一応。聞かせてください。それ何個か。もうこれ言うって決めたじゃないですか、りょうへくん。趣味はって言われたら、これを言おうっていう。はい、マグカップ集めです。ありがとうございます。ちなみに今何個集めてるんですか？1個です。全然趣味じゃないです。え、ケイタ君は？僕、サッカーとかですけどね、趣味になると。あ、そうなんですね。もう見るのもやるのも。あー、じゃあ、はい、亮平さんだけ、はい、ちょっと、インナーというか、いやいやいや、アウトドアではないところで。あ、こいつが本当のアウトドアです。なるほど。さて、じゃあちょっと、まず、メールをご紹介したいと思います。はい、ラジオネーム、まーさんからです。はい、ゆきちゃん、ミンズの皆さん、こんばんは。私は今日で25歳になりました。そんな日に、ミンズの皆さんの声を聞くことができて嬉しいです。ありがとうございます。そろそろお花が気になるお年頃なのですが、はい、龍平くんみたいにピチピチの美肌でいる秘訣がありましたら教えてください。龍平くんみたいに、ピチピチなお肌だってさ。いや、僕、乾燥肌っすよ。いやでも今年もうすぐ8じゃないですか、はい、にしてはこんなサラサラな男の子いないですよ。肌がサラサラ、本当に色も白くて ピンク色。いや、これは生まれたてじゃないですか。赤ん坊ねえ、どう何かしてるんですかね。いや、何もしてないっすね。パックとかあしてないっすね。コラーゲンとか、いや、取ってないっすね。注入してない。リアルロン。そっか、じゃあ何もしないナチュラルなのが綺麗な秘訣なんですか、じゃあ。ねえ、どうなんですかね。北海道の人はみんな肌白くて、うん、そうだよ、ね、お前が言うな。ああ、なるほど。僕も元々は北海道。僕ら北海道。なるほど。はい、あ、そっか、ちょっとね、焼けちゃったんですね。焼けちゃったんですけど。本当は白いんですよ。確かに、ね、はい、なるほど、ね、なんか、伝わったでしょうか、じゃあ美肌の秘訣 ね。どうなんですか、ね。何もしてないけど綺麗。でもあれですよね。本当に日焼けはしない方が肌にはいいって言いますよね。そうですよね。やっぱりアウトドアはやめて。うん、マグカップみんなで集めてれば、そう肌白く綺麗になれるよっていうことですね。うん、でもね、日光に当たるとあれって言いますもんね。肌老化するって言いますもんね。あ、そうですか。なんかね、うん、聞いたことあります。そんなことないですね。大丈夫ですか。一言です。いいんです。さて。そのミズさんはですね、うん、はいはい、今年7月に Move Like This というニューアルバムをリリースして、はい、それも引っ提げて全国ツアー、はい、ね、はい、されたということなんですけれども、はい、改めてこのアルバムどんな感じに。まあ、Move Like This は本当に一言で言うとダンスアルバムという、うん、まあ、アルバムが仕上がったなっていう、うん、
やっぱウィンズのダンスパフォーマンスを最大限に活かせるサウンドだったり、本当にすごいですよね、うん、パフォーマンス。私もっと見たかったね、台南の音楽祭で見せてもらった時に、あのこう囲ってて見れなかったんですよね、裏からだと ね、 そうですね。だからちょっとこう見てたら、ものすごい迫力のパフォーマンスされるんですね。はい、ありがとうございます。本当かっこよかったです。ケータも楽屋で、ユキさんの小柳さんの歌を全力で歌い出すんですよ。全力で全力ですよ。ずっと歌ってます。ファルセットじゃないですよ。本気の帰りのバスも全力でマイクスパッと歌ってましたから、ね、マイクスパッと。リハーサル見せてもらってて、本番も少し見せてもらったんですけど、うんうん、いやもうすごいもう歌声が素敵で、いやどうしようかなと思って。いやいや。でも結構ケタさん、あのあちこちでアカペラで歌ってらっしゃいますよね。普通にこ う、 そうですよ、いらっしゃる時も。その中に完全に小柳さんの楽曲がちょいちょいこう入ってまして。あれ以来もう僕のお箱にさせていただきます。ありがとうございます。それではですね、そのアルバムの中から1曲お聴きしたいと思うんですけれども、はい、曲紹介をよろしくお願いします。はい、それでは聴いてください。 Listen to the rain。FM 富士とホノルルラジオ K2 2つのエリアで放送しております小柳ゆき I'm a fan エリア。さてスタジオにウィンズの皆さんをお迎えしております。よろしくお願いします。聴いていただいた曲は、リリースしたニューアルバムの中から Listen to the Rain ですね。はい、はい、あこの好きなこの曲と思ってた曲だったんです、ね、ありがとうございます。あともう一つちょっと気になる曲があったんですけど、はい、この黄昏ワンウェイ、はい、この曲、うん、皆さんで作詞されてるということなんですね。そうですね、はい、それぞれの部分をそれぞれ、うん、あそれぞれの部分が、そうですね、はい、あ、うん、あのこういうことを思うのっていうふうにこうちょっとね、あの女性はね聞きたいなと思う。男性ってこういうふうに思うのみたいなを聞きたいんですけれども、喋り方がそこだけ ね、 そうですね、すごいやっぱり、うん、キャラクター出てきます。もうこれ分からないよ、君の行動理想、こういうふうにこう葛藤したりとかするものなんですか。これはもともとそのサビの詩がで、そのサビが出来上がった状態である程度そのテーマみたいなものがあって、うん、まあ、あのタイトルも仮で黄昏ワンウェイであって、うん、それからこう自分らなりに派生させて、うん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 、想像して想像して思ったりはしないんですか。いや思ったことも書きますよ。この葛藤、この葛藤男性もあるんだってやっぱこれは思うと、うん、女性もあるんですか。女性はだってこんなこと分かるかもしれない。それもあれかもしれないけれども、いやでもほら男の人も意外とピュアな部分ありますからね。意外と女の子の方がこうパーティーが好きだったりとかさ、女の子とこう遊びに行くんってさ、うんうん、ね、本当は男の人もいいんじゃないのみたいな。そうですね。なんかそういうのは、うん、僕はありますけどね。人によってやっぱあるでしょうね、うん、男女関係なくね。まあそうですよね。それはありますが、うん、そうですね、大事にやっぱこういうこともあったりするわけですね、うん、あると思いますよ、もちろん、ね、ファンの皆さんどうですか、こんなこと言われたら。わからないよって言われた、うん、あの君の子だ、ね、うん、教えてあげろってなると思います。本当だ。本当はねこうだったの。教えてくれますね。素敵だなと思うんですけれども、ウィズの皆さん12月19日にはライブ DVD がリリースされる、はい、ということなんですけれども、はい、ね、これ、日本武道館の公演、はい、今年の7月にやったこの公演の模様を収録したライブ DVD ということで、はい、どんな感じですか。